九州沖縄の気象情報をお伝えしました。沖縄県内の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。沖縄に上線とも順調に流れています。西原ジャンクションでつながる那覇水道自動車道は上下線とも渋滞はありません。一般道路の状況です。北部方面からお伝えします。国道329号線の南行きは近郊の岩田で車の流れが悪くなっています。中部方面の状況です。北道線の北行きは